皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて、皆さんは神羅万象チョコというお菓子をご存知でしょうか。ビックリマンチョコみたいな、ビックリマンチョコのちょっと新しいバージョンみたいなやつですね。これ俺ね、中学生の頃とかね、学生時代めちゃくちゃ好きで買ってたんですよ。イラストが好きでね、買ってたんですけど、最近はもうね、社会人になってから買ってなかったんだけど、最近ね、これスーパーで見かけた時に 30% 引き叩き売りされてて、うわ懐かしい、めっちゃ好きで集めてたわって思って、でこれなんか見たらね、もう15年の時を経て神羅万象ここに完結ということで、もうこれって多分完結なのかな、多分終了しちゃうという感じで、違ったらごめんなさい、もう終了しちゃうということで、まあね、3割引き、まあ当時集めてて懐かしいなって思いもあって、ちょっと新しいの最新の買ってみようという感じで、今回スーパーにある分5個だけだったんですけど、叩き売りされてた分全部買い占めてきました。あね、でこれがきっかけで実家にあった俺のね、神羅万象チョコのコレクション、これめっちゃあるんですけど、俺のファイリングしていろいろあるんですけど、こういうコレクションとかもね、ファイリングして引っ張り出してきたんで、めっちゃあります。でもね、半分ぐらい見つからなかったら多分捨てちゃったと思う。半分ぐらい消滅してた。もっとねあったんだけど、ファイリングしてたカード、あとねこういうの、これ抽選で当たるレアカードとかもあるんで、今回はねこれ開封しつつ、あのね、俺の神羅万象チョコのコレクションを本当に一部のリスナーにしか分かんないって思うんだけど、その一部、本当に一部コアの、当時俺も私も神羅万象チョコ買ってたわって人のにしか刺さらない動画なんだけど、今回はちょっとね、神羅万象チョコ勢が懐かしむ動画っていう感じでやっていきたいと思います。開けます。懐かしいな、これもね。なんかこれなんか見る感じね、ラインナップなんか歴代の、人気カード、歴代の人気カードとか主人公とかが、リメイクされて入ってるみたいな感じで、遊戯王でいうレアリティコレクションみたいな感じのラインナップなので、はい。でこれね、ウエハースがうまいんですよ。これ誰でしょうか。オリオン、あ、オリオンなんか見たことあるな。オリオン見たことあります。これ、自分。機械神、アストロオリオン。まあ、こんな感じでね、1枚何かカードが入ってるよっていう感じ。俺はね、昔からこのイラストがね、すごい好きで、あのね、いろんなエッチな女の子とかもいるんですよ。エッチかわかんないけど、そう、こういう女の子とかがいて、あのね、もう俺のね、性癖がね、狂わされたんですよ。神羅万象チョコ。だからね、もうひたすら買ってたね。ひたすらね、もうここに買ってた。神羅万象チョコ。はい。あ、これは、あ、サイガはね、俺がね、昔一番好きだったカード。交流王サイガの方だから、ちょっと強い方やね。まあ、こんな感じで、まあ、カードが出ていきますと、サイガね、めっちゃ好きだったんですよね。いや、懐かしいわ。思い出だわ。女の子のキャラとか出てほしいんだけどな。女の子来ないな。青龍大使、富岳。これわかんないな。わかんない子や。お二人で写ってるね。青龍大使富岳。これちょっとわかんないカードや。でも多分新しめのカードなんだろうな。まあ、新しいっつってももう15年前とかだけど。俺が買ってなかった頃のカードなのかもしれない。これはアポロは知ってるわ。アポロはね、なんか、俺一度やめて復帰したんだけど、復帰した時にアポロいたんでね。こういう風にね、キラッキラのカードが入ってる。これいくらだっけ ?150 円とか。当時100円ぐらいだった気がする。で、なんかだんだん値段が上がってきて150円とかになったのかな。これはヘルマティオ。あ、可愛い女の子。そう、こういうね、女の子のね、シコリティが高いんですよ、このカードゲーム。でもなんかこれ多分全部キラかな。最終章だということで多分全部キラなんで、まあ、キラしか入ってないっていうのは素晴らしいですね。まあ、神羅万象チョコのね、楽しみ方は人それぞれなんですけど、まあ、俺はね、大体イラストを見てね、楽しんでました。で、まあね、ストーリーとかもあって、まあ、こういう風にね、テキストを一枚一枚読み解いていくと、なんかいろんなカードと絡めてテキストが繋がって、あ、お話ができてくみたいな、そういう話なのねみたいなカードを読み解いていく、ダークソウルスタイルなんだよね。ダークソウルみたいにアイテムのテキストを見て、あ、そういうストーリーなんやみたいなのね、集めて繋がっていくみたいなストーリー、うん、そういうのもあるし、まあでもね、俺はね、主にね、イラスト、女の子のイラストをハンティングするためだけに買ってたね。あの神羅万象チョコクソキモオタクって感じですね。まあ早速じゃあファイル、昔のファイル、俺も懐かしい、見るの久しぶりすぎる。
俺のねこの秘蔵コレクションを見せていきたいと思います。これ青龍王サイガ、これ一番最初のカード、一番最初のナンバーワンのカードですね。これ主人公みたいなやつ、4つの国があって、こいつらか、こいつらちょっと違うな、まあ、こういう風に4つの国があって、4つの国 VS 魔族みたいな戦いの話なんだよね。これ死んだ万象チョコ一番最初のカード、中学生の頃だから本当はね、こういうパックに入れたままのがじゃないと価値ないと思うんですけど、俺は向いちゃったね、中学生の俺は。最後これがナンバーワン、もう本当に最初のカード、なかなかね貴重だと思う。当時から最初から死んだ万象チョコ買ってたって人なかなかいないと思うんですね。でここライバルが誰とか、まあお話だ、どこどこのこういうすごいやつですみたいなデータとか話が書いてあったり、でここ4つの国があって、4つの国で真ん中がなんか魔族なんかな、4つの国連合軍 VS 魔族みたいな、最終的にはそういう話になると思う。でこれパワー覚えといてね、パワー10なんですよ。これ一番最初の最強のキャラ、青龍王最後パワー10、これがね後々ね、やばいほどインフレしていくから、このパワーが。で、このサイガが、まあ、第2弾でこうやって強くなってったり、第4弾ぐらいまであるのかな？ 1章の第4弾みたいな。で、最終的に、なここまで来るよ、みたいな。で、パワーもね、どんどん。まだこの時点だと10だけど、まあ、11になって、この辺は？この辺で最後の方は12になって、まあ、王になるみたいな感じですね。これはね、第2章。サイガの、後継のキャラかな、リュウガ。サイガの後継のキャラ、リュウガ。リュウガもね、この辺めっちゃ買ってたと思う、俺。見て、リュウガ。リュウガ、一面リュウガコレクション。これ中学生の頃だからね。もうお小遣いとかも全然もらえない中でね、頑張って貯金してね、俺は貯めてた。で、このシオンちゃんはね、俺のね、性癖をね、狂わしたんですよ。見て、この足とか、太もも。このイラストがでも最高にね、たまらなすぎてね。でもね、これ笑ってない方のシオンがね、多分どっかにいると思うんで、俺はそのムスッとしたシオンがね、結構好き。あ、こっち。こっちのシオンちゃんはね、もう当時めちゃくちゃ好きだった。あとね、クオン。まあ、イラストがね、めちゃくちゃしこいんですよ。で、フィギュア化とかもされてる。俺もね、フィギュア買ったよ。アスタロット。アスタロットとね、アスモちゃんのフィギュア買いましたね。ここら辺が、サイガのライバルですね。ライバル、エドガーっていうキャラ。で、タイガは2代目。これの2代目みたいな感じ。いっぱいあるな。結構集めてたな。マジで懐かしいわ。で、これはね、キラカードだけ入れたファイルなんだよね。で、大体ね、ノーマル。光ってない、なんでもない、なんかね、魔物のね、よくわかんないハズレとかばっかなんで。これはね、本当にね、キラカードばっかりをねファイリングしたやつです。でこれなんか赤い国ね、さっき黄色、ここ青い青龍の国となんか獣の国、これ鳥とかかな、ショーテン、ショーとかいたわ。もう名前まではすっかり忘れてたわな。ショーとかがいるところ、あ、アレックス、こいつが1段だね。こいつが1段1章で、こいつが2章のカードやね。ショーとかいましたね。でそういうなんか相棒の鳥とかいう感じ。シリウス。で、ポラリスとかはめちゃくちゃ可愛い。もうね、結構人気だったカードだと思うわ、当時。もう女の子がのイラストがね、しこい。しずくちゃんとかもね、もうね、学生の性癖をね、壊すようなね、カードがね、いっぱい入ってるんですよ、この辺。やばいんですよ。もう当時ね、本当にね、やばかった。性の目覚めだよね。いろいろいる。この辺敵とかかな、ファフニールとかは多分敵の魔族とかの、カードも入ってる。で、これね、もう俺が一番好きだったやつ。魔将軍アスタロット。もう本当に、もうこいつに狂わされた。こいつのフィギュアが、どれだろう、これね、俺が中学生の頃のカードなんだけど、俺が大学生になってこいつのフィギュアが発売されて、秒で買ったよね。もう秒速で買ったアスタロット。アスタロットのお兄ちゃんかな、ベリアール。魔元帥ベリアール。アスタロット結構強かったような気がする。11。パワー11。結構強いんですよ。こうアスタロット、ほら何枚もある。もうちょっとあったと思うんだよね。もうちょっとあったと思うんだけど、多分誰かと交換したりしたんだよ、俺、当時。アスタロット。アスタロットを求めるね、ひも手のね、同志たちとね、俺はね、死んだ万象チョコって当時交換してたと思うんでね、もっと持ってたと思うんだけど、まあ、アスタロットはね、もう可愛いよね。本当に俺一番好きなカードだった。あと、アスモデウスとかアスモディエスとか、あの辺のね、めちゃくちゃ可愛いカード。でも、アスモちゃんがね、見当たんなかったっすよ。俺めっちゃ持ってたんだけど、なんか多分大掃除かどっかの時のタイミングでね、捨てちゃった可能性があるんだよね。ちょっと悲しいわ。この辺になるとベリアールはもうパワー15とか、最初最強のパワーが10とかだったのに、もうね、どんどんね、パワーがね、インフレしてってね、まあでも15でもね、まだね、低い方ってぐらいのレベル。後々ね、もっとね、やばくなっていくから、はいはい、この辺。まあなんか昔の古い2章ぐらいまでのはね、ここまでしかファイルが見つからなかったです。あとね、こっからね、飛ぶんだよね、だいぶ飛んでね、もうね、8章、これ1章2章
一章の1段、2段、3段、4段。で、2章の1段、2段、3段、4段。8段分かな。で、こっちからもうね、8章。8章だからもうだいぶ飛んだね。だから高校生の時買ってたのがね、もう丸々どっかに行ってるみたいな感じですね。はい。これね、やばいですよ。これ一番上のレアリティです。遊戯王でいうホロとか、ホロレアみたいな感じ。アークっていうカード。これもね、お話が面白いです、ここ。魔王が、なんか魔力奪われたんだっけな。魔力奪われて子供の姿になっちゃって、勇者のパーティー、勇者とか僧侶とか魔法使いのパーティーと一緒に、まあ、力を取り戻しつつ、悪いやつやっつけるよ、みたいな話ですね。どれだろう。キラッキラで見えないけど、こういう全盛期の大魔王が、なんか子供初段になっちゃうんですよね。こういう初段になっちゃって、その勇者のパーティーと一緒に冒険するよっていうね、ストーリーだったと思う。ここのね、ストーリー結構好きでね、買ってたんだよね。もうキラッキラアーク。アークのね、パワーとか見てもらったら、この辺30でしょ？これ30、45。もうこの8章になると、そういう大魔王は、これが全ての力を取り戻したアークね。アーク。この初段のアークが、最初こういう感じの初段なんですよ。初段なんですけど、全ての力を取り戻すと50、パワー50とかやばい感じになる。で、懐かしいっすね。アークくんはね、ほんとショタでね、好きだったんですよ。ショタ好きだったんですよね。で、これがその勇者のパーティーの勇者ですね。勇者ヒーローと聖女アリア。そう、勇者が超勇者とかになるのかな。超勇者ヒーロー。まあ、勇者も最初はパワー12。それでも強いよね。それでもね、だいぶ初期と比べると強いんだけど。あとは、剣士と、戦士とかいるのか。戦士とか、こういう僧侶ですよね。僧侶と魔法使いがいる。まあ、こういうパーティーで戦ってると。で、これがアークの使い魔。使い魔。で、なんか途中で闇落ちするんだよね。闇落ちするからそういうのとか。で、こいつもね、エッチだよね。こういうね、こういう女の子のね、イラストを集めるために、俺は買ってた。はいはい、こんな感じですと。で、おじいちゃん、こいつ王かな。こいつ王で、あ、こいつ確かにやばかった気がする、パワー。見て、俺パワー、ちょっと見づらいけど、パワー無限。パワー無限、やばすぎるでしょ。パワー無限はね、マジでやばい。本当にね、途中からね、こういうやつばっか出てくる。パワー50とパワー無限がインフレし始めるっていうね、時期がありましたね。懐かしいわ、この辺も。で、こういうところもね、一部のね、性癖を狂わしてくるんですよ。こういう女の子とかも。はいはいはい。で、これね、レアがね、なかなか出ねえんだ。これ光物とかがね、結構出づらいんですよね。これが光物第1段階。で、これ第2段階。めっちゃキラッキラになって、で、一番上だと。これはね、もう滅多にないね。こういうやばい光が並んでる。で、当時ね、ローソン限定とか、セブン限定とか、サンクス限定とか、コンビニによって、出るカードがレアが違うとかいう、クソみたいな仕様仕上がりってたんですよ、こいつ。クソみたいなね、仕様仕上がりまして、バンダイがね、やり上がりましてね、もういろんなコンビニを回らなきゃいけないっていうね、本当に辛かった、あの時。学生で金もね、全然なかったんで、この子もね、好き。キアマット。キアマットちゃんも結構好き。そんな感じですね。まあ、この辺は、なんだろう、魔物とかかな、魔物とか敵サイドとかわかんない。あんまり覚えてないですね、俺も。間が結構ごっそり抜けてるんで。はいはいはい。あとは、あとね、これかな。応募者全員プレゼントってのがあって、これまあね、ポイント集めたらもらえるんだけど、それが結構大変でね、神羅万象チョコって箱買いしても20個しか入ってないんですよ。20個しか入ってないんだけど、これ30個分。30個分の、なんか、台紙についてるポイント。だから、一箱半買わないと応募できないやつ。これ、しずくちゃん。しかもね、それで、ポイントがだいたい15ポイントで、主役のキャラ。で、30ポイントでこういう人気そうな女の子のキャラに、ね、なってるんで、もう当時のね、キモータたちは、必ずね、ワンボックス以上買わなきゃいけない。そして、ね、これね、一応ね、神羅万象チョコね、子供向けのお菓子なんで、あのね、子供がね、これ30個とかね、買ってもらえないですよ、親に。だからもうね、かわいそうでしょうがなかった。バンダイ。そういうとこやぞ、やり方が。本当に汚いやり方が。でね、これがね、結構レアカードですね。これ抽選でね、いくつだっけな、5000人か6000人ぐらいだったと思うんだよね。なんかゲーム、なんかシリアル番号を入力して、それでなんかゲームに成功させて、まあ6000人しかもらえないみたいなね、当時のチャレンジ。抽選で6000人とかだった気がするんだよね、これ。だからね、結構レア度は高いと思う。結構価値あるんじゃないかな。今、神羅万象チョコの価値がどんなもんか知らないけど、多分コレクターとかの人には、だからね、今、結構出して買うよって人いると思う。アークとアルカナ、8章のやつですね。
これは結構レア度高い。もう俺はね、これはね、もうこれは生涯大切にね、保管していこうと思う。神羅万象チョコ。これはね、本当にこれ当たった時にマジで嬉しかったね。あと、バラで奇跡的に残ってたのは多分ね、これ9章とかと思うんだよね。天地なんちゃが。こいつもなんか無限だな、パワー。多分9章とかのカード。俺もね、もうあんま覚えてないんだけど、バラのね、カードがね、あって、メビウスとかは表紙、これメビウスこれじゃない？メビウスこれですね。こいつ表紙のやつ。これ多分9章とかだよね。わかんない。天地、これも無限だな、パワー。俺ね、だんだんインフレしてくんだよね。パワーが。パワーがインフレしてくるんですよ。メビウスとか、この辺。あ、こういうね、女の子とかもね、本当にね、好きですね。こいつも強えな。30ぐらいあるぞ、パワー。パワー30。で、これがね、ノーマルやね。で、大体こういうの。ケモナーに優しかったりする。たまにケモナーに優しいこういうのが出るから、まあいい感じだね。まあ、この辺ケモナー多いな。だから取ってあんのか。いや、そんなことない。ほら、こういうね、これアルテミス？アルテミスちゃん、アルテミスちゃん、こういうね、女の子欲しさでね、買うんですよ。で、こういう、でも大体こういうのだ、こういうのはね、もう当時ね、多分捨てちゃってたと思う。こういうのは。もうマジかよ、こんなん、こんなんなんか、そう、こういうさ、キラッキラしたカードが欲しいのにさ、こんなん出てみ？捨てるでしょ、当時の俺は捨ててたね。もう捨てちゃってた。ほら、可愛いよな。うわー、こういうね、なんか青肌に目覚めたのがね、神羅万象チョコの影響なんだよ。本当はね、アスモデウスとアスモディエスっていう、もっとね、エロいキャラがいたんですけど、エロくて可愛い子がいたんですけど、それが見つかんなかったんだよね。見つかんなかったのだけが悔しい。あれめっちゃ好きだったんだけどな。この辺もなんかパワーすごそうだな。うわ、何こいつ、パワー無限を超えてなんか太陽みたいなマークになってるぜ。すげえ、こいつも42だしな。もう当時のパワーが、銃が最強の時代はどこ行ったんだ。これは何だろう、エンディングのカードかな。エピソードのお話のエピローグとかが書いてる。天地、神明の章、巻。だからなんか最初のカードと最後のカードは、始まりとプロローグとエピローグみたいな話になってるんだよね。こういう風に。で、結構ね、レア度が高くてなかなか出ないとかいうカードだった気がします。わかんないです。あんまり覚えてない。はいはいはい。で、こういう風にね、なんか2枚、これ、なんか元別のカードだと思う。別のカードなんだけど、2枚映ってるカードとか。うーわー、これもパワーなんかすごいことになってるな。メビウスの輪みたいになってる、パワーが。こういう風。これも強いわ。敵が相当強かったんだろうな。もうこういうのね、しこいよね。最高だよね。こういう女の子。本当にね、このイラストレーターのね、方のイラストが好きで買ってた。で、これね、どっちかがシークレットだと思う。本当はどっちかの柄だけだったんだよね。こっちかな？どっちだろう？バランシールだよね、これ。バランシールは、この、どれだ？バランシール、この子。この子が、力を使い切ってロリ化しちゃうっていう、カードなんですけど、多分どっちかな？こっちかな？シークレット。どっちかがね、シークレットのはずなんですよ、これ。で、これ番号も、まあ、天地の92、天地がその入ってる段を証明するんですけど、番号が92で、まあ、最初違うカードかなって思ったんですけど、で、公式ホームページ行くと、確かどっちかの柄しか載ってないんですよ。どっちかの柄しか載ってなくて、片方がね、シークレットなんだっていうのがね、わかるっていう。まあ、これもね、2セットで結構ね、珍しいかなっていう感じのカードです。そこに加えて、さっき当てた、これがね、新しく、俺のね、コレクションに加わると。まあでももうコレクションつってもね、もう買えないんですけど、神羅万象チョコ。もう発売が多分ね、これで最終章だったんでね。いや、でも懐かしかった。皆さん、当時神羅万象チョコとか買ってましたか？俺はね、ご覧の通り。でもね、これでもね、まだね、ファイルね、あと3つぐらいあったんですよ。途中にゼクスファクターとか、俺がね、結構好きだった章があったんですけど、そこのね、カードがね、丸々ない。3章から7章分ぐらいがね、まあ、買ってなかった時期もあったんですけど、そこのカードファイルがね、丸々ないのがね、ちょっとね、悲しかったですね。多分、大掃除の機会にね、デュエマのデッキとかも、当時のやつ、デュエプレイ最近面白いんで、デュエマのデッキも当時のね、探そうと思ったんですけどね、捨てちゃってたんで、まあ、そういう時に大掃除した時にね、もういらないなって思ってね、捨てちゃったんでしょうね。なんてことだ。金をかけて俺集めたのに。もう1個100円とかですからね。今150円なんか。高い金出してこんなに集めたのに。でもカードってやっぱいいわ。なんか、こうやってね、改めてこうやって当時集めてたのを見るとね、思い出が蘇ってきてね、いい感じですね。はい。というわけで、今回はね、この愛の戦士さんの昔集めていた、この神羅万象チョコのね、コレクション、まあ一部になってしまったけどね、ちょっとご紹介させていただきました。はい。というわけで、今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。